和田隆二は、日本中央競馬会立党トレーニングセンター所属の、騎手。競馬学校花の十二期生の一人。既婚。父、和田守は、休務員で、松永義春旧社で、東洋シアトルを担当し、その後河内洋旧社で山人キングリーなどを担当した。兄、和田裕一も休務員で、デュランダルなどを担当。おいに、同じく JRA 騎手の和田翼がいる。 1996年立党、岩本一蔵級者所属騎士として、デビュー、3月16日、ST トップで、初勝利。同年12月にステイヤーズ・ステークスを、サージュエルズで制し、花の12期生の中では、最初に重賞を制覇するなど、デビュー年は33勝を挙げ、関西の新人騎手賞にあたる、中央競馬関西放送記者クラブ賞を、獲得している。 1999年のサツキ賞を、テームオペラ王で静止 GI 発制覇。翌2000年には、テームオペラ王とのコンビで、京都記念阪神大賞天天皇賞、宝塚記念京都大賞天天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念、と重賞を8連勝して、前人未到のコバ GI グランドスラムを達成するなど、活躍。この時期の勝利機種インタビューでは、大声で、 シャーなどと声を発するなどのパフォーマンスで一躍有名となった。有馬記念を勝った時にはアントニオ猪木の決め台詞である、1、2、3、ダー、で締めた。同馬の全レースに和田は起乗し、引退式ではオペラ王にはたくさんのものをもらったが、あの馬には何も返せなかった。これからは一流の騎手になってオペラ王に認められるようになりたい。と誓った。 2012年11月4日の京都競馬場第8競争ラディアーレで通算勝ち防止800勝を達成。翌日に川崎競馬場で行われた JBC クラシックではワンダーアキュートで2001年の天皇賞以来11年ぶりとなる GI 勝利を収めた。2014年12月21日、阪神第8競争で AC ヘイティングに起場し、 史上16人目の JRA 通算1万3000回起乗を達成した。2016年5月8日の京都競馬第6競争ウェーブヒーローで中央競馬史上30人目の通算戦勝を達成。2018年6月24日の阪神第11競争第59回宝塚記念でミッキーロケットに起乗し勝利。17年ぶりに 中央競馬 G1 に勝利。2019年、川崎記念で三つ葉に起場し、勝利、同馬の初 GI 勝利をエスコートした。ありがとうございます。